こちらなんですけれども、新潟へ行った時に購入した新潟で人気で有名な安田ヨーグルトのレモン、えー、飲むヨーグルトみたいな感じですね。瀬戸内レモン飲むヨーグルトって感じでしょうか。はい。脂肪ゼロって書いてるので、えっ、ー、と、濃厚な生乳の感じは少しですね、すっきりめになると思うんですけれども、 これじゃないタイプのマンゴーの方飲んだんですけども生乳の感じすごく国勢美味しくて、えー、気に入っていたんですけどもこっちはですね結構あっさり飲めるんじゃないかなというふうに今考えてるんですけれどもはい下、えー、皮果汁2%しようということですどのぐらいレモンの風味出てるか楽しみですでえっ、ー、と原材料のところですね無脂肪牛乳生乳新潟県レモンソース レモン、回避、外費、レモン、果汁、砂糖、食塩、砂糖、ブドウ糖、果糖、液糖、タンパク、乳タンパクという風になってますね。で、150g 入りという感じで、この小さいサイズ、1回飲むのにですね、スッと飲めていい分量かなと思います。まあ、たっぷり飲みたい時や、何日か分まとめて買いたいなという時はちっちゃいと思いますけれども、 旅行ったりですね、ホテルで軽くこういったヨーグルトドリンクなんか飲みたい時にもちょうどいいサイズなのでいいのかなと思いますそれではまずグラスの方に移してみようと思いますそれでは移してみましたこのような感じですねレモン入ってますけれども色がですね通常のヨーグルトのような白さにちょっとつぶつぶ入っているので若干ですねこの黄色い感じ出てるかなという具合です それではですまず香りうん香りもですねもうこの時点でほんのりレモンのいい香りがしてきて美味しいです美味しそうですあとはヨーグルトの酸味も若干ですねこう酸味とレモンの酸味みたいな感じでこの辺もいいですねうん このレモンの皮が入っていることで苦味も程よくありましてこのレモンの苦味と風味効いているのがすごく美味しいですでえっ、ー、とこのヨーグルトですけれどもそれほどですね酸味強くないのでこうまろやかにのるめる感じでこの生乳感のあるあの濃厚もったりとした感じの飲みヨーグルトあると思うんですけどもそういう感じに仕上がっていてこの脂肪感脂肪ゼロ無脂肪タイプ 使ってるとはこう思えないぐらいのですねこう濃厚感ありますのですごくですねこれ美味しいですねうんまあ脂肪ゼロ無脂肪牛乳使ってない方のタイプはもっとですねこうどっしりとした感じがあると思うんですけどこれでも十分ですねこうしっかりとした濃厚な感じありまして美味しいですうんはい これも新潟に行ったらですね、人気の野菜ヨーグルト。このレモン風味がやっぱり良くてですね、まあ、個人的にはもうちょっと強くてもいいかなと思いますけれども、このまろやかなレモンの風味も美味しいので、とても美味しかったです。はい、こういう感じですね。サンドイッチとかパンとか、そういったものと一緒に食べてもすごく美味しいと思いますので、ぜひですね、えー、新潟行ったら飲んでみてください。美味しかったです。